組踊り。組踊りとは、琉球王国時代の沖縄で香寿、遊、玉木親方浅薫が創始した琉球の歌舞劇である。組踊りは、能楽、狂言、歌舞伎、狂劇、根劇、福建省に伝わる劇などの影響を受け創作されと言われ、中国や日本の古事、琉球の民話を題材に、琉球舞踊や琉球古典音楽を基礎として発展した歌舞劇。2010年にユネスコ無形文化遺産リストに登録された。第二直し王朝時代の琉球では、王の代替わり時に民、または清からやってくる作法師の接待は重要な政治課題であった。1719年、第二直し、第13代、承慶王の作法にあたって、前年に踊り奉行の職に命ぜられた、玉木浅薫。この時以下は親雲上は、かねてから、造形の深かった日本本土の芸能を参考に、琉球独自の芸能を加え、作法師の接待式典全7演中の第4演、徴用の演にいて、鶴亀二次また、父、あだごと、二道敵討ち、金間寺、終身金入りの2台を上演した。これが、組踊りの始まりである。さらに、第5演、餞別の演と、第6演、拝事の演で、儀礼前の助詞。また国中の故事、12コマをして楽組を試すと当時の作法副師である、徐保光の表した中山伝心録に、あことから、メカルコ、メカルシー、女物狂、女物狂い、高校の牧野3代が上演されたと思われる。この5代が、後世まで玉木浅薫の創作した組踊りの傑作、浅薫の5組として愛されることになる。浅薫の創始以後、組踊りは、作法の演以外の場でも、士族階級の娯楽として広く楽しまれ、琉球処分後は、商業演劇の舞台にもたびたび上演され、庶民の娯楽としての裾野も広げた。また、新聞などに、新作の組踊りが発表されるなど、発展もした。第二次世界大戦後、琉球政府が沖縄県となった1972年5月15日には、国の重要無形文化財に指定された。伝統組踊り保存会の会員が、重要無形文化財、組踊りの保持者として、総合認定されている。現在確認できる、組踊りの作品数は約60作品であり、作品のほとんどは作者が未詳であり、上演記録が確認できるものも少ない。さらに、沖縄本島や周辺離島で行われる、豊年祭、十五夜や村踊りともいうには現在でも組踊りが上演される。その中でも有名なのは、多良間島の8月踊りである。2010年11月にユネスコの無形文化遺産である。人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録された。日本では、この一覧表に登録されているものは18件、2010年11月、現在である。現在では、大城達弘、カクテルパーティーで、第57回、芥川賞受賞の沖縄の作家や組踊りの若手の、立方らが、新作組踊りを発表し、上演する機会も増えている。作品の内容は、王府時代の組踊りのほとんどが、忠敬節義を主題として持つが、新作組踊りはそれにとらわれず、自由な主題を持つのが特徴である。演出については、組踊り後の演劇である、沖縄芝居や琉球歌劇の演出方法を利用したものもあり、上記の琉球王朝時代に創作された、組踊りと異なるものとして上演されている。2013年3月、国立劇場沖縄において、歌舞伎大山の人間国宝、坂東玉三郎武が、新作組踊り、聞こえの大君誕生、地夫人誕生、大城達弘作を演じた。その上演チケットは即完売という、国立劇場沖縄開館以来の話題となり、再演が熱望され、2014年5月に再演された。2015年春、ユネスコの世界遺産でもある沖縄を代表する伝統芸能、組踊りを文化観光資源とし、さらなる振興と県内外への発信を目指し、9月3日を組王の日として民間認定団体である一般社団法人日本記念日協会に申請、認定された。組踊りは音楽、舞踊、セリフからなり、一般に舞踊劇、音楽劇などと呼ばれる。そのスタイルは能や狂言に近いが、音楽に琉球音楽、舞踊に琉球舞踊、セリフに琉球語首里方言を使用するのが特徴と言える。筋立ての多くは完全懲悪をテーマにしており、能や狂言に類似する筋書きを見つけることのできる作品も多い。例えば、秋申抄入りは、能の道なり寺物と呼ばれる筋書きを取る。現代版組踊りという名の演劇が2000年に、うるま市活連をはじめ、県内外にて生まれ、上演された。これは、上記の組踊りとは、本質的に全く異なる。組踊りは、韻文で書かれたセリフをもとに、歌、所作がある、程度制約されており、音楽は、琉球古典音楽を用い、楽器もまた、琉球の楽器を使用する。そして登場人物の役柄によって、唱えや衣装などの約束時がある。しかし、現代版組踊りは題材こそ、沖縄や郷土のものを使っているが、衣装も個性的で、楽器や音楽も三線だけでなく、パーカッションやギターなど、現代のものが取り入れられている。肝高の雨割り公式サイトでは、沖縄に古くから伝わる。伝統芸能、組踊りをベース、現代音楽とダンスを取り入れて、活連城10代目、城主、雨割りの半生を描く、いわば沖縄版ミュージカルと説明されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。